道の駅ヘルシーテラス佐久南というね道の駅にやってきたわけですけれども、ヘルシーテラス佐久南は健康長寿をテーマとした地域内外を結ぶゲートウェイ型の道の駅なんです。安心安全な地元産の農産物の販売や地酒、お土産物まで買えちゃう道の駅のようです。蕎麦粉、長野といえば蕎麦ですから、いっぱい並んでますね。これはパンとかね、あ、この辺ちょっと柵っぽいですよ。よし、さあということで入ってまいりましたけども、いきなりキャベツ、いやキャベツはね、一玉100円だって、安っ、こんなでかくて100円、すごい、これは来ますよ、安っ、100円ですもん、だってこのキャベツ、いやいや、うわー、これは買うでしょう、行ったらね食べちゃうんですよ、ソフトクリーム、あと望月高原のねソフトクリームですから、いい感じの新鮮なミルクじゃないですか。いただきます。あー、おいしい。あー、さっぱり、すっきりしてます。甘すぎずにちょうどいい。あ、濃厚ですね、ミルクの味が。おいしい。ぜひ、めちゃくちゃいい感じですよ。でっか、チャーシューがでかい。さあ、そして野菜もね、てんこ盛りでございますけども、早速食べていきたいと思います。いただきます。あ、結構太めの麺ですね。うまい、おいしい。確かにね、安養寺味噌 80% 以上入ってるだけあって、もう味噌の旨味というか味噌の味がすごくこう麺に絡みついてますね、めちゃくちゃ。うん、俺好きだわこの、このお味噌。チャーシューもね、ちょっと